第問6、最後の図形問題です。括弧一1の証明問題を使います。問題を読みながら、問題読みながら与えられた条件を入れていきましょう。図10において、3.abc は円 O の円周上にありもう円を使う。円が出てくる時点で円周角は使う,使うだろうと思ってください。三角形 abc は正三角形である。えもちろん、ただの二等辺三角形ではなく、正三角形なので、60度というのも使うでしょう。でも、そこまで言えたら、 ちょっとこちゃくちゃしちゃうので、頭には入れて。今は止めておきましょう。えー、AC 上に点 D を通り、BD の延長と円をの交点をいいとする。まあ、この辺を見ればわかるんで。で、ここがポイントね、えー。最後の問題の証明。できるかできないかは、平行を使いこなせるかどうかにあります。必ず平行のマークを入れましょう。よく読んでね。点 A を通り、BC に平行な中だから、まあ、BC とどれかの平行。直線と、 A を通って、CE との交点を F とするというので、BC と AF が平行と分かります。これがポイントになります。この問題を解くための。<coughs> えこの時、カッコ1、次のカッコ1の問いに答えなさい。括弧1、AD イコール AF であることを証明しなさい。AD、ここですね。証明したいところには点点点で丸でした、A。AF、ここで。 まず間違いなく三角形の合同を使うでしょう。AD が含まれてて、AD と AF が含まれてて、それぞれ合同そうな三角形を考えてみましょう。AD が、AD を含む三角形というのはこれしかないので、まあ、一択ですね。で、これが含む三角形もこれしかないですからね。これと、これ。この二つの三角形の合同を証明して AD、AD イコール AF を示す。そういう道のりだということはわかります。 えーっと困ったなこんなもんでいいかなまずじゃあ三角形 AB 方針は三角形 ABD と三角形 ACF の合同の無証明ってことが決まったんでそれは書いておきましょう三角形 ABD と三角形 ACF についてまあこの三角形 正三角形でこれ三角形 ABD の AB と三角形 ACD の AC これとこれを使ってのはもう大丈夫だね一辺であと両端の角まあ書いてもいいけどもうちょっと見てからあとは円周角で一つぐらいはあるはずですこの三角形に関する円周角じゃな,ないと意味がないのでこうしてみて AE の円周角で考えてみるとちょうどありますねこれとこれ一緒と言えますね えー、こことこの角、こことこの角平たんであと一つです。あとは60度を使う、うん、ここ60度だから、で、一辺とられたの角で、ここも60度になればいいので、で、これも平行を使って示せそうですで。まずここまで書いておきましょうか。円周角の方を先に言いましょう。こっちの正三角形の方は後から他にも言うんでね。で注目してるのはこう、e、こう AE。こう AE について、 円周角は等しいのでえー、ABE としてもいいですけども最初からもう三角形に注目して角 ABD にしておきましょう角 ABD イコールまあ対応するのはこういう対応だから A からでね角 a g f これが一番 次に正三角形を使うんで三角形 ABC は正三角形なのでのでうんと AB イコール AC は言っておけばいいしでこれも合同条件で使いますね AB イコール AC 丸二番であと一つあと一つですがまあ一応また戻ると今この辺とこの角この辺とこの角分かってます えー、三角形の合同条件3つ必要ですから、2辺とその間の角と考えると BD イコール CF を証明しなければいけます説明しなければいけませんが、さすがにそれはありません。ということで、一辺と両端の角の路線で攻めて、ここと、ここね、ここが一緒だったら、いいですね。一直面の辺とその両端の角って言えるので。で、こっち60度ってわかっているので、 こっちも60度だと分かればいいです。この平行のマークが生きてきますね。こう錯覚になっていますから、ここと、これ白丸でしょ、ここは一緒。で、大丈夫ですね。これ正三角形だから、ここ60度ですね。で、これもともと60度だし、それでこれイコールこれと言えます。言い方の順番は、まあ、いろいろありますが、こ,のこことこの60度先に言っときましょうか。その方が楽なく気がするんで。 えー、この正三角形なので,なのでがまだ生きているので、その後続けて、角 BAC イコール BAC、このことね。角 BAC イコール角 BCA イコール60度、えー。両方とも60度っていっぺんに言いました。えー、3番にしとくかな。で、次に、こことこう一緒だってことを言っとけばいいですね。こことこう一緒に言っとけばいいんで、えー、平行線の三角 AF 平行 BC より。 どこ,が平どこの平行に注目したかっていうのをやらなきゃいけないのでこの af=bc は落とさないように af=bc より平行線の錯覚は等しいのでどっちからいいですかね。こっちからでいいね角 caf の順番にしようか角 caf= イコール角 acb 4番でこれで言えてるかな角 CAB と角 BAC イコール4乗。丸三で角 ACB、BAC これ同じことだね。これとこれ一緒でこれが60度。だ大丈夫ですね。丸三と丸四からこれもこれも60度って言います。66度はい揃ってますね。丸3、丸四より角 BAD の順番でいいや。BAD イコール BAD イコール。 角 c まあなくてもいいけど一応60度も入れておきましょう。で、丸5。えー、で、これで3つ揃えました。一と二と五を使って、二丸五より一組の辺とその両端の角が等しいので、両端の角がそれぞれ落とさないようにねで、それぞれ等しいので、 まず合同三角形 ABD 合同まあこれ見て書けばいいんで三角形 ACF、えー、従って終わんないようにね証明したかったのはこれだからね AD イコール AF となりますまあとにかくもう平行を使いこなせるかどうかそれをが大事なのでそこら辺に注意して勉強してってください